高等学校通信教育とは、現在において、高等学校、または中等教育学校の後期課程の通信制の過程で行われる後期中等教育のことである。講義においては、高等学校通信教育の語の意味に、特別支援学校の高等部において行われる通信による教育も含まれることがある。一般に、通信制高校などと呼称される。 高等学校通信教育の法的な根拠は学校教育法の第45条に基づいて制定されている高等学校通信教育規定などにある高等学校通信教育においては全日制過程の高校と違い毎日決められた授業時間に登校する必要はない主として自宅や学習センターなどで学ぶことができる単位認定は 点削指導及び面接指導並びに試験によって行われるが学校によっては高等学校卒業程度認定試験の結果や高校外の学習成果での単位習得も可能である。学校が定めた卒業要件を満たせば学校を卒業できる。高等学校通信教育における学習は学習指導要領に基づく高等学校または 中等教育学校の後期課程の通信制の課程での学習であり、高等学校通信教育によって学校を卒業することは、全日制の課程の卒業、及び定時制の課程の卒業と同一の効力を有する。高等学校通信教育のほとんどが単位制による教育を採用しており、全日制の課程や定時制の課程にしばしば身を大きな意味を持たない。よって、 一度、高等学校や中等教育学校の後期課程を中途退学した人については、過去に在籍していた学校での習得単位も一定の範囲で認定、卒業単位に参入する学校が多い。高等学校通信教育においては、学校に3年以上在学し、30単位時間の特別活動に参加して、必要単位数74単位を習得すれば、 卒業することが可能である。2019年現在、高等学校通信教育では、3年で高卒資格を得ることを前提としても、高等学校卒業程度認定試験の受験は、原則不要であり、私立通信制高校を中心に、ネットをタや、週2日以上のサポート授業による支援を行って、通信制高校の科目の学習のみで3年で、 卒業できることを基本的に保障しているカリキュラムになっている。ただ、公立通信制高校の大半は、ネットの活用や補修授業の実施に消極的で、旧来の月2から3回の出校だけだと卒業まで4年以上かかるカリキュラムになっている。また、技能連携校や定時制と連携した高校については、定時制課程や専修学校の高等課程での履修を一部、 卒業単位に組み込むことで3年で卒業できることが多い。1961年10月31日以降、現在、高等学校通信教育は通信制の過程による教育のことを指しているが、以前は異なっていた。第二次世界大戦が終わった時点において、高等学校通信教育とは、高等学校に設けられている教科、科目の一部を、 通信による教育によって行うことであった。当時は高等学校通信教育のみで高等学校を卒業することはできなかった。しかし1955年の時点においては高等学校通信教育のみで高等学校を卒業することができるようになった。現代の高等学校通信教育は1961年の 昭和36年10月31日法律第166号によって規定された高等学校の通信制の過程を基礎としている。修行年限は1961年当時4年以上とされていたが、1988年に修行年限が3年以上に改正され、定時制や大権合格科目の習得認定単位を送り入れることで、 通信制でも全日制と同じく中学校を卒業して3年後に高等学校の卒業証書を得ることが可能になった。また同じ1988年には大学入学資格検定の一部科目に合格した場合は高等学校の校長は家庭の卒業所要単位として認定することができるようになった。なお、1987年以前は 中学校を卒業した後の3年間で大学入学資格を得るには大学入学資格検定必要全科目の合格しかなかった。この場合、高等学校の全日制の家庭に在籍せずに通信制、定時制の家庭の在籍中に大学入学資格検定の必要全科目に合格した場合、大学に入学する時点で現行の飛び入学と同様、高等学校は 中途大学扱いとなり、高卒資格は得られなかった。さらに、1990年代には、前期中等教育と後期中等教育を一貫して行う中等教育学校が新設された。中等教育学校の後期課程においても、通信制の課程の設置が可能とされ、高等学校通信教育の対象は、高等学校のみに限らず、 中等教育学校の後期課程にも広げられた。入学時に満15歳以上であること。年齢上限なし。高等学校在籍、中退者で転学、編入学を希望する者。事情により、全日制の課程に在学、在籍できない者。事情により、定時制の課程に在学、在籍できない者。ただし、定時制の課程の教育のみで、 卒業必要単位を揃える高等学校のみで低通連携制度のある高等学校の場合は必要単位の一部を通信制課程の教育で当てることができる。上記以外に各学校設置者の規定及び判断により年齢上限、性別などの入学条件が指示される。高等学校通信教育の利点は事情があって高等学校や 中等教育学校の後期課程において転学したい人や以前に中退した人にも高等学校または中等教育学校の後期課程を卒業できる機会があることである。また、毎日登校する必要がないので在籍者自身の時間を自由に活用することができる。また、芸能やスポーツのプロまたはプロを目指す人。 難関大学を志望しても対応できる学校にいない人、働いて家計を助けたい人、全日制の家庭、定時制の家庭などにおいて人間関係などでの悩みが解決困難な人、その他の諸々の理由で現在在籍している学校に馴染めない人、身体的な障害がある人などでも学ぶことができる。高等学校通信教育は 日本国憲法の第26条第1項に定められているすべて国民は法律の定めるところによりその能力に応じて等しく教育を受ける権利を有するという条文を実施するための制度の一つである国民に均等に学習の機会を与えられていることで高等学校通信教育は日本の教育を考える上で無視することが難しいべての学習が 自宅などにおける自己学習で完結するわけではなく、一定の添削指導が終了するたびに試験を受けて単位を習得する必要があることや、面接指導があるというのも重要な事項と考えられる。面接指導とは、学校が指定する場所で、教員と生徒によって学習活動、教育活動を行うことである。体育等の実技科目は、スクーリングと、 レポートによる指導をもとに単位を習得することが多く、試験を行わない場合がある。例えば、教科、国語の科目、国語総合であれば、単位数は2単位で、添削指導に関わるレポートが6通、面接指導2時間、教科、体育の科目、体育では、単位数に、添削指導に関わるレポート2通、スクーリング10時間という状況となる。面接指導の方法は、 学校によって異なる。毎週1回、あるいは3から5回から、1年間の一定期間に、まとめて、というところもある。テストやレポートで合格できなくても、その科目の単位が取得できなかったということで、全日制や定時制のように留年ということにはならない。必修科目の場合は、テストやレポートで合格するまで、再学習やスクーリングの再受講が必要となる。 卒業に必要な単位が揃わなければ、最短修行年限で卒業できず、実際には卒業時期が先延ばしになる。参考、通信制高校の仕組み、生徒、学費、メリット各教科、科目の添削指導の回数及び面接指導の単位時間数の標準は、一単位につき次の表の通りとされるほか、学校設定教科に関する科目のうち普通教育に、 関するものについては、各学校が定めるものとされている。総合的な学習の時間の標準単位数は3から6単位とし、その添削指導の回数及び面接指導の単位時間数については、各学校において、学習活動に応じ適切に定めるものとされている。面接指導の授業の一単位時間は、各学校において、各教科、 科目の面接指導の単位時間数を確保しつつ、生徒の実態及び、各教科、科目等の特質を考慮して、適切に定めるものとされている。学校が、その指導計画に、各教科、科目、または、特別活動について計画的かつ継続的に、行われるラジオ放送、テレビ放送その他の多様なメディアを利用して行う、学習を取り入れた場合で、 生徒がこれらの方法により学習し、その成果が満足できると認められるときは、その生徒について、その各教科、科目の面接指導の時間数または、特別活動の時間数のうち、各、メディアごとに、それぞれ10分の6以内の時間数を免除することができるとされている。ただし、免除する時間数は、合わせて10分の8を超えることができないとされている。特別活動については、 ホームルーム活動を含めて、各々の生徒の卒業までに30単位時間以上、指導するものとされている。広域の通信制の過程とは、高等学校の通信制の過程のうち、当該高等学校の所在する都道府県の区域内に住所を有するもののほか、全国的に他の都道府県の区域内に住所を有するものを合わせて、生徒とするもの。 その他政令で定めるもののことである。広域の通信制の過程を設けている学校には、文校、協力校、学習センターなどが設けられている。また、全日制の高等学校等の施設を借り、協力校として、スクーリングを行っている学校や、高等専修学校などの専修学校を、協力校としている学校もある。上記に対して、教育通信制高校とは、 その高校が所在する都道府県と近隣の道府県のみを対象に生徒を募集している高校のことである。株式会社による広域通信制高等学校は2004年度に構造改革特区法で認められてから8年で20倍にまで急増した。また、学校法人による広域通信制も増加の傾向にある。このように近年、 広域通信制の高等学校の学校数や生徒数は大きく増加しているが、その添削指導のレベルに対しては改善が求められており、ウィッツ青山学園高等学校の不祥事、発覚以降は安易な履修認定についても改善が求められている。構造改革特区法の施行以降に解説、小泉内閣の構造改革特別区域として、 経済産業省に認定されている高校。アットマーク国際高等学校、ルネサンス高等学校、前述のウィッツ青山学園高等学校などがある。構造改革特別区域の制度においては、大学等を除いて、特定非営利活動法人も学校を設置できる。人々の多様な学習活動に対する要望に応えるために、 特定非営利活動法人立の学校も作られ始めている。高等学校通信教育におけるサポート校というのは校舎での学習支援活動を通じて積極的に高等学校通信課程を卒業するための教育施設である。全日制の課程のように毎日、集儀目で登校できる学校も多く、また専門教育に関する教科としての 音楽等の芸術関係や近年人気の職業につながる教科や科目が設置され、大学、専修学校の専門家庭、各種学校における学習、学習につながる教育もなされている。サポート校の教育手法としては、生徒の自主性を尊重し、進学の支援に力を入れているもの不登校の支援を得意とする学校、個性を伸ばし、 能力を伸ばすことに重きを置くものなどがある。法的には一条項ではないため、法にとらわれない柔軟な教育を行うことができるが、通信制課程における教育課程の面接指導は、本校の教員が行わねばならないため、本校の教員の授業を受ける機会が必ず設けられている。しかしながら、一部の教育通信制高校において、サポート校に教育などの あらゆる業務を丸投げしているといった不適切な実態が指摘されている。なお、サポート校の教員は、教員免許状を必要としないため教員免許なしの、教員でも授業を行うことができる。構造改革特区法に基づく、株式会社率の通信制高校の7割が、同法の禁ずる、特区外での教育活動をしていた。文部科学省の担当者は、 脱法行為である上に、教育の質も低く、高卒資格を売り物にしたビジネスになっていると述べている。本来の技能連携制度は、高等専修学校や職業訓練施設いった技能教育のための教育施設で教育を受ける場合に、その施設で受けた学習を高等学校の教科の一部の履修とみなすことができる制度であるが、普通教科で技能連携制度を取り入れて、 学習支援を行う教養科の高等専修学校も少なくない。技能連携校では教員免許状を持っている教員が普通教科の学習支援を行うこともある。近年一定の条件を満たす高等専修学校において大学入学資格が認められたことから上級学校への進学においては高校通信教育との連携を結ぶ必然性が 徐々に薄れている一方、大学の AO、学校推薦入試や就職においては、高卒見込みのニーズが依然高いため、高等専修学校と高校通信教育との連携は欠かせないものとなっている。ありがとうございます。